誰か聞いてるか。これは何らかの伝染病だ。最初はロリフミンだった。広がってる。これは絶対に事故なんかじゃない。何十ものフェイルセーフがあって人がどんどん死んでる。これは ISC カサンドラの補助駆動装置の上で見つけた。我が軍の船だ。秘密の研究施設、生物工学だ。接触を試みたが反応なし。乗員は全滅だろう。何の研究を？我が軍の切り札になるはずだった。純粋な抑止力。万が一ヘルガスト軍に悪用されたら歯止めが効かないぞ。戦争どころじゃない、虐殺だ。お前が回収した機密の一部はカサンドラから送信された信号だった。ヘルガストの暗号だと思う。送信者はおそらくこいつだ。ヒラリー・マッサー博士、プロジェクトリーダーだ。亡命する気らしい。乗船してエンジンのパワーを復旧させ太陽へと向かわせろ。事故に見せかけるんだ。脱出用の回収チームをスタンバイさせる。極秘で対処しなきゃならん理由があるんだ、ルーカス。公にはしづらい。だから単独で実行してくれ。船内の様子は何もわからない。用心しろ。パーサー、シャドウは8だ。船を見張ってる。防衛システムが機能してないようだ。了解。船体を壊して中に入れたら指示する。C-12、カサンドラへ接近中。距離50メートル以下。シャドウエージェント、遊泳準備を。準備は OK だ。突入装置 OK。C-12 準備完了。エージェント、降雲を。注意、隔離手続き開始。次の指示を待て。エレベーター機能せず、他のルートを探す。エアロニク部屋が入ったものは気圧処分を開始。平準化完了。船体の完全性に支障。科学研究所に無許可で入った者は懲戒処分を受ける。
科学研究所に無許可で入った者は懲戒処分を受ける。ファルサ、こちらはエイジ。太陽に進路変更した。ミッションを続行する。了解ワンエイト。エアフターを復帰させろ。この船を消し去りたい。了解。エアロック閉鎖、気圧変動開始、平準化完了。
線を感知、封鎖を実行。研究所に無許可で入った者は懲戒処分を受ける。散開して持ち場を調べろ。エアロック機能せず、船体の完全性に支障。リアクターに壊滅的障害、運転停止。リアクター始動、ゼロ回転の 25%。エアロック機能せず、船体の完全性に支障。
あなた死ぬわよ。黙れ。開けろ。やれ。敵は三人しかおらない。敵を調べろ。マーエイト、船は太陽への軌道にある。マスターと正体不明の人物が研究所に入る。以上。マスターは不明です。エアガスに渡すわけにはいかん。そこで降りるホワイゲート、早く。ホワイコンで確保しようだ。いいな。全部隊に来る。レッカーの工作員が乗り込んだ。射殺命令が出た。エアロック閉鎖、気圧変動開始、平準化完了。エアロック閉鎖、気圧変動開始、平準化完了。行くわよ。武器実験224 HA シリーズ6、被験者はヘルガット男性33歳、起用歴。何のものだ。何をしてる。これがあなたたちの仕打ち。私たちを実験台に。胸がムカつくわ。これを破壊するために来たんだ。誰が信じるか。隠蔽しに来たくせに。ヘルガンの破壊じゃ足りないのか。罪のない者はこれ以上死なせない。マッサーはどこだ。マッサーは行いの報いを受ける。ベクタの指導者もね。取引しよう。彼女はここにいる。彼女はマッサーを捕らえた。奴らを食い止める時間はまだあるが、動け。見つけた。
ここから追加。